僕のたてがめが大変なことになっている部品。最近伸びていたからって、ママがすごい葛藤した部品。これはおしゃれなのか？部品？まるで恐竜部品。何日かこのたてがみで過ごすことになって憂鬱部品を。僕を見るたびママとパパは笑うし、部品。早く何とかしてほしい部品。やっとカットしてもらえた部品。どう部品？似合ってる部品？ママにはなぜか坊主って呼ばれる部品。僕の名前はお餅なのに。僕の毛は硬いからカットするのが大変らしい部品。ママとパパにはこれからも僕のカットを頑張ってもらう部品。かっこよくなったから王冠をプレゼントしてもらった部品よ。とてもかっこいい部品。これで僕はボタ界のキングになる部品。ブルブルしたら取れちゃった部品。じゃあまたね部品。